はい、こんにちは。今日はですね、GR8 春日井店の、NV350 ですね、グレードがですね、特別仕様車の、アーバンクロムというグレードになりますと。アーバンクロム。はい、アーバンクロム。限定車だから特別にちょっといろいろついてるんだけど、ハイエースで言うと、スーパー GL のダークプライムという限定車あるじゃん、はいはいはい、特別仕様車が。動画でもやってます。そう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 。はい、アーバンクロムっていうのが同じような位置づけになるかな。なるほど。で、2019年式です。はい。で、距離はまだわずか7000キロと。はい。はい。もう車両は大変綺麗なので、まあ、いつもながら言うと、星5つの車両。はい。ね、大変綺麗な車です。内装、外装とも。そうです。はい。バッチリです。はい。じゃあ、早速、はい、車の、特別仕様車の部分と、いろいろ紹介をしていこうと思います。はい。色のカラーメーションが、ね、はい、ダークメタルグレーっていうんだけど、ダークメタル、ね、すごく色味が綺麗だよね。そうですね、うん、メタというかすごくメタリックが綺麗に入ってるから、うん、でこういう色のいいところって市川さん何だと思う？何ですか？急に振られたみたいな。あのね、傷がまず目立ちにくい。はいはい、はい、うん、白の車とかってやっぱ水垢、うん、まず水垢がつきやすいでしょ。そうですね。ね、これグレー系ってまず水がかもつきにくいし、はい、黒の車ってさ、あの線傷目立ちやすいじゃん。そうです、ね、黒だと白い傷が目立ちやすいじゃん、はいはいはい、それもね、グレーだとね、あの目立ちづらいんだよね。中間ですもんね。そう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 、綺麗、はいはい、に保ちやすいね。なるほど、うん、まずこのメッキパーツあるでしょ、はい、こういうとこ、これ普通のメッキじゃないの。これわかるかな、ちょっと黒みがかってますかね。そう、そうなんです、うん、ダークブラックっぽいですよね、はい、うん、これがね、あの特別仕様車ならではの装備ね、うんうん、あとこれね、はい、で前も NV350 でも言ったんだけど、 NV350 のプレミアム GX ってスーパー GL、 ハイエースとスーパー GL と同じ位置付けなんだけど、はい、最初から結構いい装備してるよね、標準で、はい、そうです。例えばウィンカーミラーが標準、はい、ハイエースって標準じゃないじゃん。これ標準でも付けるの。あ、そうなんですね。これはね、とこれはもうあのこのグレードだと標準なんだけど、LED ヘッドライト、はいはい、ちょっとね、あの純正なんだけどかっこよく結構ヘッドライトつくから一回つけてみようかな。はい、お願いします。ね、はい、こういう感じでつきます。なんかライン的な感じで、そう、もうなんか社外品みたいな感じでしょ。本当そうですね。もうこういったものがね、標準でついてるのが NV350 の良さなんだよね。いいですね。ね、ぐるっと回る前にね、これね、スポイラー、はい、フロントのスポイラーはこのグレードだと標準装備です。エアロね、エアロが標準装備されてるんですね。そう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 。でサイドとリアはなんかオプションみたいなんですけど、はい、うん、もちろんこの車はサイドとリアもついてます。後ほど紹介しますけど、はい、とエマージェンシーブレーキ、ね、エマージェンシーブレーキ、うん、まあまあいいよ、はい、エマージェンシーブレーキ、ハイエースでいう、そうそうそう、セーフティーセンス的な、はい、そうですよね、同じ役割なんだからね、はい、メーカーさんによって呼び方が違うからね、もう混合しちゃうんだよね。そうですよね、うん、はい、がついてますと。でホイール15インチのね、ね、純正でもかっこいいよね。かっこいいですよね。そう、ちょっとなんかゴツゴツした感じがかっこいいよね、はい、とさっき言ったサイドスポイラー、はい、これですね。これ本当ですね。ね、サイドがついてます、はい、でギアもついてます。はい、ね、ギアスポイラーはい、ついてます。はい、でね、あのさっきメッキの部分ね、こうちゃんとリアガニッシュもちゃんと、ね、ブラックなクロム、はい、ちゃんとね、でもメッキ部分が基本的には、そうそうそう、基本的にも全部そういう風に、あのヘッドライトと同じくの話なんだけど、はい、テールランプもね、 NV350 まあ、ちょっとかぶったね、あ、僕じゃないよ。テールランプもね、はい、標準でかっこいいんだよね、はい、これついてる、はい、ね、いや、かっこいいですね。テールランプもかっこいいもんね。電飾、はい、系が綺麗ですよね。そう、あの本当に NV350 の良さは、あの標準での装備の良さ、はい、うん、そこがね、うん、売りだから本当に。なるほど、うん、最初からもう結構いいものついてるっていうのが本当売りです、ね、本当に社外品みたいな、社外品みたいな、かっこいいよね、はい、じゃあ次内装いきましょうか、はい、全体的にはちょっとシートとかもね、はい、あの黒っぽい、はい、こういうシートになってます。あのインテリアの時この標準です、はい、もちろんこれだっていうことはプッシュスタートでエンジンかかります、はい、ここにね、はい、これエンジンかけます、はいはいはい、これガソリン車ですからね、はい、最初に説明しなかったんですけどガソリン車です。ガソリン車で走行距離も
7124kg と、はい、ね、メーターも綺麗だよね。綺麗です ね、はい、そうです、はい、で日産の GT ナビと、はい、SD ナビですね、はい、機能としてはね、まあ、DVD も見れますよ、はい、と、ね、Bluetooth もちゃんとつながるんじゃないかなと思うんですけど、あ、Bluetooth ももちろんありますね、はい、Bluetooth、うん、必須ですよ ね、 ね、もう今当たり前だもんね、最近ね、最近なんかアルパインのナビのやつだったよね、大きいやつね、はい、そういうのもあるしね、はい、でもこれ標準でできる、いろんなことですね、もちろんテレビも見れますよ、はい、で、NV350 の、まあ、売りじゃないけど、はい、これね、ここね、このアラウンドビューモニターね、ミラーに表示される、ね、そう、ミラーに表示される、これここはバックモニターなんですけど、はい、これがもう車両があって、まあ、全周囲見れるっていう、はい、ね、アラウンドビューモニターがついてます、はいはい、だからさっき外装でちょっと 見たと思うんだけど、はい、ガッツミラーないでしょ、はい、ね、これがついてるから、あのガッツミラーなくてももちろん車検が通るよと、なるほど、形です、はい、はい、あとまあ細かい部分を言うと、はい、ね、エアコンパネルが、はい、もちろんオートエアコンで、ね、ちょっと変わった形だけど、ね、そうですね、こういうのがあったりとか、はい、ね、エアバッグ運転席助手席もしっかりついてますよ、はい、とあとまあこの小物入れもすごく大きいしね、はい、うん、車としてはすごくいい車です。はい、なんでもうそのすごい綺麗ですよね。ね、内装5点だけあって、距離が7000キロってもあるしね。本当そうですよ、ね、うん。1万キロも行ってないんで。そうそうそう。もうすごく魅力的なお車で、はい、あの魅力的な価格で掲載されてますんで、はい、ぜひご検討ください。はい、リアラゲッジもね、はい、大変広くなってます。はい。はい、今何もついてないですけど、あのハイエース同様に、あの NV350 もあのベッドキット、はい、ね、高さ調整付きのベッドキットっていうのはうちの方で販売してますので、はい、もしご利用だったらご相談いただければ、はい、そういったものもあの設置できます、はい、はい、はい、ではですね、今回もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの車両はですね、GR8 春日井店の方に展示してあります。またですね、この車の、概要欄ですね、詳細の方貼り付けてありますので、ぜひとも一度クリックしていただくと、お車の細かい詳細等が見れますので、ぜひ一度ご覧ください。ありがとうございました。